はい、それではですね、今回は、シティーズスカイラインやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではね、早速、始めていきましょう。さあ、ということでね、前回、作りましたこちらの農業特区ですね、非常にいい感じに牛ですね、毎日ね放牧されております。ね、クロモ、通称クロモモファームですね。お、電気がない。これはどういう電気がないの？あ、電流が足らないのか。うわ、作りてー、5万ドル、金足らんみたいな感じですね。5万ドルか。なかなか厳しいですね、5万ドル。さあ、ということで本日も早速町の発展を頑張ってやっていこうかなと思います。ここは、あ、ここが足らんか。ここじゃあちょっと2つ目こっち作りましょうかね。ここです。ということで、次のチャイニーマイルストーンが7500なんですね。なんとかね、この住宅地増やしますか。ちょっとこの辺も商業にしとこう。また工場ですね。工業、産業もちょっとまたね、増やしたいところですけども。ここ一本ちょっと通そう。海岸の道ですね。海岸じゃないか、河川の道が出来上がりましたね。で、またこちら側にもちょっとね、こっち通していきましょう。で、ここと、本当は、こう繋げたいんですよね。ちょっとこれ邪魔だな。これもちょっとね、移動させたいとかしましょうか。あとでね。まあ、このね、環状交差点のおかげで非常にスムーズになってますね。これあまり渋滞もなく、わあ、ほんと電気では足んないですね。借金出てきた、また。2万か。2万ドルならいけるんですけど、2万ドルじゃあ足んないもんな。ちょっとこれはもう時間経つの待つしかないですね。で、あとは本当に、住宅とか増えて、こう人口が早く、まあ7600500になるのをただひたすら待つ。
ほい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 。これ水道は大丈夫そうですね。ちょっとゴミがまだ残ってるのかな。まあ早めに来ると思いますね。こちら火事ですね。消防車にやってきました。まあ少しずつですけども、人口も増えていってますんでね、まあ、このまま待ち続けていればおそらく7500達成すると思うんですけども、こちらもね、特に大きな混雑はなく、スムーズに流れてますね。これちょっと信号ついてるんだ。なるべく信号つけない方がいいかね、ある程度の距離までは。やっぱりこのね、真ん中のここはやっぱり一番混むんですね。多分ここが一番大きく混むでしょう。交差点に多分なると思うんですけども、まあ6車線のね、交差点なんでね、まあ、車の流れは非常にまあさばけるんじゃないかなとは思うんですけど、電気が不安定だな。やっぱりすごく電力不安定ですね。ああ、ここ燃え落ちてる。あらららら、こっちの方はちょっとやっぱ消防ショートが必要になりそうですね。こちらも後でちょっと作りましょう。とりあえずね、今はもうお金を貯めることが第一ですので、このちょっと停電だけはね、なんとかしてあげたいですね。結構なスピードでお金は貯まっていくんですね。気づけば2万5000まで来てますって。なんとか、5万まで貯めたいですね。ちょっとじゃあ時間早めますね。ちょっとね、じゃあ街をまあ眺めていきましょうか。まあ、非常にやっぱね、まあ、工業地帯、農業地帯ということでトラックが多めですね。
いやー、この形の橋いいね。個人的にすごい好き。この橋の形すごいいいですね。さあ、お、日が昇っていきますね、またね。かなり人もね、かなり多く、歩いていますね。じゃあ住宅、ああ、いいね、このさ、登っていく感じがいいね。なんか住宅街っぽいね。もうちょっと坂を登ってますよか。ね、この坂のね、上の方に行けば行くほど、多分おか、リッチな人が住んでんだろうな。という勝手な、まあ、妄想をしながらね、こう街を眺めるわけですけども、まあ路駐はひどいわ、ひどいわ。あ、この路駐ちょっとな、どうにかしたいんだけどね。そうすると6車線の道路を使わなきゃいけなくなっちゃうのかな。さ、そうこうしてる間にもう気づけば4万4000ドル、あと5000ドルですね。ああ、もうちょっと電気がないですね。もう真っ赤か。早く電気を作らせておくれ。ともう少しだ。石油火力発電所ができるまでもう少し。いった、5万。よし、じゃあ作りまーす。どうしようかな。石油火力発電所、ちょっとまた間を空けてね、いきましょう。1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、8、8マスあればこれが置けんのかだね。じゃあ2、4、6や。これでいいかな。よし。これ一つ置いておいて、これで電気は焚いてて、で、できればこれを壊したいんだけど、いける？だいぶ足りてますね。昼間は足りてる。問題は夜ですね。夜になった時にどれくらい、消防署必要ですね。作りましょう。ここを1本大きな通りにしたいですね。で、ここに消防署。資金が足りません。こっちですね。はい。こっちを設置します。とりあえず真ん中らへんに置いとくか。さあ、これで、やっぱこっちの工場自体は結構ね、火災起きやすいところなんですね。この辺からいただいていきましょう。
もうやってね、やり今日ちょっと時間のスピードまた元に戻します。さあ廃墟を潰して、さあ今7300ぐらいですね、人口。消防署って今この町いくつあるの？あー2個しかないのね。あーでも結構足んないんだな、これでもな。なるほどなるほど、結構ちょっと消防署足りていないのか。だからかなりのあれで消防署と警察署ってやっぱ作らなきゃいけないですね。かなり必要だ。病院もね、あってうち一つしかないんで。でまた電気が足んなくなったというんですが、そんなにか。ちょっとじゃもう一個作りたいな。とりあえずちょっとこれだけ一個作っておいて。なんとかこれで賄ってもらう。で早く7600まで人口増えてもらって、そっからまたちょっと、消防署警察署の整備をしていきたいと思います。また火事が結構、火災やっぱ起きますね。消防署がやっぱ足りてないといけないのか、うん、難しいですねなかなかでここもね発電所なくなったんで、ちょっとまあまたね土地開発をしていきましょう。労働者が足らない。人はこうどんどんね増えてますからね。こちら会社、うわーコンドルな、ここすごいコンドル、わー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 、すげえすげえすげえ。どこへ行く、施設へ帰還中、市外へ移動中、市外へ移動中。どこに移動するの？だって君らこっから入ってきた人だよね。市外ってどこに行くんですか、また。トラックはだいたいこう帰ってきたやつだね。農業はそこから。大変だな。うわーここまで詰まってますね、合流地点。もう事故ってますけどね、これ絶対ね。
さあ、一方こちらは全然まあ混んでないですね。あ、もう一本ここ必要かもしれないな、そしたら。あ、7500いった、イエーイ。地下鉄作れるようになりまして、条例持ってきて、ああ、そこを密度がね、これ作れるようになりましたので、かなり、進歩しましたよ。さあ、これでお金も一気にドドッと増えまして、で、ちょっとご消防署移動しよう、一回。この辺にしておこう。見えないですね、暗いとね、送電線ね。送電線は明るくないので。さあ、ということで高密度を作っていくんですが、これ見るとね、地下ってどれ、これか。これ見ると、これね、海岸沿いってね、海岸じゃない、川沿いって、もう何もなくても地価高いんですよね。なので、こう、川沿いね、ちょっと高密度の、こう、住宅をね、ちょっとどんどん作って、今回は行こうかなと思います。ということで、一気にこの辺はもう住宅街へと、変貌していくわけですね。まあ、ちょっと一つね、まあ、難点なのは、まあ、狭いっていうところなんですね。で、できればこの辺の住宅地もね、ちょっと、まあ、高密度に、こっち側高密度にしてやってもいいかもしれないね、すべてね。消す作業ですね。商業地区もすべてこれ高密度に、変えちゃいましょう。なのでこの辺は言いません。人口一気に激減しましたが、また高密度で一気に増えていってくれると思いますので。ここの一箇所、ここの一箇所、ポチッと、ポチッと。OK。ここな、ごめんなさいね。で、電気が通んなくなっちゃいましたね。あ、まだ建物が建ったようなので、電気通り始めました。
これ建物がなくなってくると一気にね、どこが、抜けてるのか分かりますからね。いい感じですね。これでまた一気に変わりますね。さあ、工業の需要が一気に今高まってきて、またそういう時代ですね。どういう時代だかよくわかんないですけど、こう中途半端に一つ空いてしまうのは悲しいですけど。もうこの辺か。1、2、3、4、ここですね。つながるところが欲しいんですけども、もう一列はいくか。あとはこうもう一気にね、行っちゃってもいいんですけどね。これで高校ですね。あ、結構ひどいんだなこれな、思った以上に。もう一個ぐらいひどくしますか。こんな感じで、この高密度に一応セットをしておきます。警察署ですね。ここにも一つ水がないと。これで水はいったかな。かなり大開拓が行われてきてますけども、こっちの方か、次はね、
申し訳ないけどね、ちょっと住宅潰して建てます。少々もう一個ぐらいこっちにあった方がいいね。資金が足りません。なんか変なの作った。これってもしかして本部じゃん。本部じゃない、本部ではない。こっちのちっちゃいのでいいんですよ。私は作りたかったのだ。なんか一気に買えなくなったと思った。本部作ってたわ。ビビったわ。ビビったビビった。危ない危ないね。でこれでもう一個こちらですね、お作りいたします。つなげとくか。そうできましたね。さあこの辺も高層高密度の住宅、川沿いですね、非常に立ってきました。これがちょっと お邪魔になってますね。こっちの方がいい。ちょっと一回移動しましょう。なぜ水上には作れない。最初すぐに行かなきゃいけない。なぜダメなの。これ今あいつ分かんないんだな。それ前はできたよね。手ができてんだよね。なぜできる時とできない時があるんだろう。おい、すぐやんなきゃいけないの。そういうこと。すぐやらないといけないのか。さあここはいらんか。ああでもいらん。あみんなこっちと通っていくわ。えらいみんなこっち通っていくわ。これでまたちょっと分散されたかな。さあ非常に順調にこちらもできてきてますね。さあマンションも、わあすごいね、ここの通りは非常にいい通りですね。やっぱね、こうお金持ちの人の遊びテニスですね。はい、テニスコーツ。でまあ高校のね、まあ近くテニスコーツ作っておいてあげましょう。あとはジャパニーズガーデン、
こいつらだよな、こっちの方だな。あんまり影響力っていうか、ちっちゃいんでね、そんなに広範囲にはね、まあ、行きませんけども、非常に、いいですね。なんとかね、7600までまだ人口を戻したいんですけども、まだちょっと時間かかりそうですね。非常にいいですね、この辺。結構こっちの道走ってくるんですよね、こう車も。これみんな多分家に帰ったりだとか。っていうことはメインなのかな。何ですか。教育受けた労働者がいません。教育受けたか。これ何これ。浸水しています。これしょうがないな、こんな。浸水しています。しょうがないね。浸水しないようにちょっと頑張ってくださいよ。そこはね、浸水自体にちょっと頑張ってほしいところだよね。これどこに出てんのかしら。教育か。高校いっぱいでしょ。ああ、養老隊じゃないけどね。だから、この辺の人たちはまだ教育を受けて、社会に出ていない人たちばっかりなので、まあ、まあ、教育は時間かかりますよね。あ、ここいっぱいだ。そんな時は、燃やしてしまえ、ということで、ついに新しくできました。これですね、焼却炉。7600人をね、超えたので作れるようになりましたね。集めるだけじゃないんですね。燃やして電力に変えましょうということで、これである程度電気もですね、まあ補えるのかなというような感じでございます。まあちょっと少ないんですけどね、出力はね12メガワットとないんですが、でもね、ゴミ収集車の量とかかなり増えますので、こちらにじゃあ、まあ燃やして、いただきましょう。またね、まあ、お金がなくなってきてしまったので、またちょっと待ちます。次のマイルストーン、次は1万人ですね。ちょっと鉄道が使えるようになったりだとかいろいろしますね。条例ですね。そうだ、例えば経済、これ上げてなかったわ。高密度を 12% に引き上げです。条例か。
これ勝手に地下でもさ上がってくんだよね。なのでこれ切っちゃってもいいか。予算削減です。では教育重視か。これもいいや。あ、特に大丈夫ですね。税金特になし。この辺も大丈夫。大型車両とか禁止しません。自転車、それか車通りを少なくするってことですよね。いいか、まだ自転車は。そこまで激混みっていうわけじゃないかね、どこもね。これやっぱこの中心のメインのこの一本の通りはね、やっぱ混みますけど。うわ、すげえな、ここ。一三大変。急いで急いで急いで。そんなまだね、あの燃え盛ってないんで、初期段階でちゃんとこういう活動に移れているわけですね。一三そこ危ないよ、水かかるよ。もうね、あの牛は逆にね、水浴びをしているんじゃないかっていう感じですけど。お疲れ様でした。教育を受けた労働者が足らないというのは、まあ、時間が経たないと教育もそんなすぐにはできないですからね。時間経たないといけないんで、まあ、こればかりはしょうがないですね。わあ、混んでるなやっぱここね。みんなこれはどこに向かう車なのかね。帰宅中、市外へ移動中、帰宅中、市外へ移動中。なるほど。まあちょっとしょうがないな。これもう一個ぐらいな、ちょっと高速のところ増やしてあげてもいいかもしれないね。そしたらやっぱこう一箇所だとちょっと大変そう。それだとね、まあ、増やすんだったら環状交差点はね、まあ、いらないので、ね、3ポイントぐらい置いていきたいよね。もう2ポイントか、ここと、こっち側ね、置いてあげたいですけども。ちょっと水が、下水がやばいらしい。あ、やばいな。水ちょっと水回りやばいな。水が少ないですね。もう一個ずつぐらいちょっと作ってあげた方がね、良さそうかな。水筒か。でもこっちの貯水施設の方がね、なんか良さそうだな。やっぱまあ量もね多いだろうし。はい。でここはいらんな。ここに繋がったのは違うけど、
よいしょ。そうね、ここで繋がってるからいいんだよね。これ繋がってりゃいいんじゃないですか。焼酎なのか。あ、こうもう浮いちゃってんだね。それは大変だ。さあ、また明るくなってきまして、そろそろ、まあ、またお時間ですね。今回はこの高温密度、うわすっごい、すっごい、もうここだけなんかもうほんとヨーロッパのね、ベルギーとかさ、そんな感じだよね。すっごいな、やっぱ高温密度、うわーすっげー。いやー、いいですね、ヨーロッパ風の高温密度。ここは、商店ですね、商店。あとはオフィスが作ってないのか。オフィスもね、作ってあげたいね。まあ、オフィスはね、その害ないんで、この辺にちょっとじゃあオフィス最後作って、終わりにしようかなと思います。立つのでしょうか。やったよね、やったね、よし、OK。さて、じゃあオフィスが立ち並ぶのを期待しながら、本日はね、終わりにしたいと思います。さあ、ということで本日はこの辺で一旦終わりということで、あ、立ってきましたね、オフィスね。さあ、今回は、高密度のね、住宅、商業、そして、オフィスを、作ってるんですね。これでまた、少ない小さな地域にね、人を集約することができるようになりましたので、ますますね、人口を増やしていきたいなと思います。それではよかったらチャンネル登録、コメントお待ちしております。Twitch、Twitter もよろしくお願いいたします。それではまた見に来てください。ありがとうございました。